はいどうもひかりです。最近おもちゃにハマっている僕が、えー、近所のスーパーとかおもちゃ屋さん、まあ、山田電機とかを巡って買ってきたものをね、今日は紹介したいと思います。今日は軽く買ったものだけをね、見せるだけです。細かいレビューは別でそれぞれ撮ります。まず1個目、じゃじゃんはい。えー、発売日に買わなかったんですけど、いろんな人のレビュー見てたら、正直ダサいんだけど欲しくなりました。はい。ウルトラマンジードの、えー、新しいモードですね。えー、 ウルトラマンジードソリッドバーニングです480円税込アマゾンだとちょっとね定価超えしてたんですよその前までは結構480円ぐらいで買えたかもしれないけど500円ぐらいかなちょっとね高くなっちゃっててだから山田ダ電機に売ってなかったらどうしようと思ったんだけど山田ダ電機で買いましたえっとねこれはねあのー、おもちゃ屋さんにも売ってたんですけどおもちゃ屋さんは定価で普通に売ってました山田ダ電機はラスト2個でしたうんだから早めに まあ今週中に買った方がいいかな。また新しい方もすぐ出ちゃうからね。うん。で、ヤマダ電機なんだけど、もう一個買いました。もう一個っていうか、これは買うつもりなかったんですけど、こちらですね。えー、ガンガンチェンジライダーズってやつで、うん。一個ね、50円だったので、えー、4つ買ってみました。うん。まあ、キバと、えー、クーガとゴーストは同じの肉でした。あとはね、ダブルもあったっぽいんだけど、ダブルはね、売ってなかったんで、はい。 ちょっと残念ですね。ダブルもあったら完璧なんだけど。まあまあ4種類添えました。まあ、これはね、1個保存して1個は開けます。で、あとは全部開けるかな、みたいな。こういう食玩とかもね、結構楽しいですよね。特にこのクーガーが欲しかったですね。この中でね、ハマったといえばクーガーが。まあバも見て,見てはいたんだけど、ちょっと話的にね、話が結構クーガーで、ああ、バってね、なんか、あんまね、子供向けじゃないんですよね。まあ、俺子供じゃないけど、まあまあまあ。 じゃあね、次。次はね、えー、イオンで買いましたね。イオンの、えー、食丸売り場。はい。お菓子コーナーで買いました。じゃじゃん。衝動ウル,ルートラマン VS2。これ前から売ってたんですよ、そこで。で、スルーしてたんだけど、まあやっぱ、いろんな人の <laughs> YouTube レビューを見たらね、欲しくなりました。<laughs> はい。光る巨人さんとか、アニトリさんとか見てたらね、ほんと欲しくなっちゃって、買いました。 この中で、エースとキングジョーが欲しかったんですよ。そしたらお店行ったら全種類揃ってたんで、エースとエースキラー、エースキングジョーじゃないや、エースキラーとエースを買いました。はい。まあね、全種類揃ってたんで全部買ってもよかったんですけど、1個540円するんですよね。だからまあまあ、買ってからでもいいかなみたいな。まあ本当はこの拡張セットみたいなやつ。 これが結構いいらしいんだけど、この十字架のシーンを俺見たことないから、正直本体だけでいいかなって。まあちょっとね、エフェクトパーツは欲しいんだけど、まあ今回は我慢ということで。エース。エースキラー。ほんとね、これできるんですよ。ちょっとこれ、ここ、ここ,こ,こね。はい。まあね、1個540円で高いですけどね。ただ540円高いんだけど、なんと、これも540円でした。今流行りの、何これ、トレジャラボックス。いやもうジャラ。 ジャラが欲しいんですよ。俺ほんと流行るものみんな欲しくなっちゃうタイプで、これね、そう、540円するんですよ。しかも振ってもなんかわかんないし、振っちゃダメだし、俺振らないんだけど基本的にそういうのは。まあ基本的にサドッと買ったんだけど、これね、まあ開かないようにちゃんとテープ貼ったったんだけどね。うん、ジャラが出たらいいんだけど、ジャラが欲しくて540円払ったんだけど、なんと、全、えー、何種だこれ。全10、 全22種かのうちで、ジャラは12種、スナックっていうね、なんかカードみたいなやつが、プレートか、が10種なんですよ。だから、12個はジャラだけど、10個は、なんとね、うん、スナックっていうね、ハズレが出ちゃうんですよ。だから、540円払って、いらないものが当たる可能性あるんですよね。ジャラっていうのは、アクセサリーみたいな感じで、キーホルダーをなんか、ジャラジャラつけられるんですよ。うん。 なんかジャラあのジャラジャラした感じがすごい良くて買いました。結構今これね、プレネになっちゃってるみたいで、やっぱ転売とか、あと人気になってきたからみたいな。ちょっと妖怪ウォッチっぽい感じになってますよね。多分ね、流行るかな流行んない気もするけどね。なんか妖怪ウォッチの次を狙ってる商品いっぱいありますけど、まあこれはちょっと魅力的だったので買ってみました。うん。まあジャラ欲しいよね。まあこのね、これについてはよくわからないんだけど、ちょっとあ後でね、開ける動画も出したいと思います。 はいと、ね。ということでね、今回は、えー、これがね、購入品ですね。まあ、全部で1000円、2000円くらいなのかなうん。ナイスいいもんですね。えー、あとラストなんですけど、こういう風にキングジョーをね、塗装しました。はい。これね、丸2日かけて完成したので、後でレビューします。はい。あー、べまっちゃった。まあいいや。はい、ということでね、まあ、こんな感じで、これをね、これからレビュー動画、もう後ろにあるやつとかもね、どんどんレビュー動画撮んなきゃいけないんで、 頑張りたいと思います。以上です。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。